おはようございます。岐阜県の美濃加茂市に正源寺という臨済宗の修行道場がございます。全国にたくさんある臨済宗の道場の中でも鬼僧林と呼ばれるほど厳しい修行が今も行われているのであります。その道場を開いたのが摂丹老師という方でいらっしゃいます。今日は元年1801年のお生まれです。和歌山県那智勝浦町の太田のお生まれであります。10歳で出家しました。そのお寺が大大寺であります。18歳で修行の旅に出ました。それから諸国を行脚して修行を重ね、美濃の慈恩寺の東林宗寿禅寺に参禅しました。この東林禅寺の下で臨済宗の公案を極め尽くして、摂丹老師は30歳の時に大大寺に帰って住職になったのでした。そこで10年間を過ごされます。摂丹老師は42歳で、後の瑞龍寺騒動となる天卓騒動に出られ、さらに46歳で伊深正源寺に招かれたのでした。この正源寺に修行道場を開いて大勢の修行僧を指導されたのでした。その後を継がれたのが大龍老師であります。大龍老師もまたこの大大寺の住職をなされて、後に正源寺の師家として招かれたのでした。明治5年1872年、大龍老師45歳の時、明治新政府は新施策として大教員を設置し、僧侶にも教導職としての認定試験を受けさせようとしました。大龍老師もその認定試験を受けなければなりませんでした。修行道場の老師であっても受けないとならなかったのでした。当時この試験に仏教側から関わっていたのが小国寺の独音老師でした。試験当日、大龍老師は雲水を随行させて試験場に当てられた寺にやってきました。試験官には新館の管理が立ち会いました。大龍老師は席に着くと目を半眼にして深く禅場に入った様子だったとのことです。まず試験官は明治新政府が制定した三条の教則について諮問しました。三条の教則とは、敬信愛国の旨を対すべきこと、天理人道を明らかにすべきこと、公情を法対し長子を遵守せしむべきことの三条です。これは当時の明治政府が日本の国を天皇崇拝と神社信仰を基軸とする近代天皇制国家にするために、宗教者にもその宗教的政治的方針を示したものでした。この試験を受けるには当然覚えていなければならないものでしたが、大龍老師は一向に存ぜぬのと一言言って有用たるものでありました。三条の教則も知らぬとはどういうわけかと試験官は不機嫌をあらわにしますが、大龍老師は左様一向に存ぜぬというのみ。試験官がそれは困ります、すべて教導職の認定は三条の教則を基本にして諮問することになっています、その教則すらも覚えずしてどうしてこれから民衆を教導されるおつもりですかと詰問しますものの、いや一向に存ぜぬなと大龍老師は悠々とした口調で言うのみなのでした。試験官も頭にきて荒々しく席を立って行きました。このことを伝え聞いた独音老師は、さすが老師だけのことはあると内心喝采を叫んだといいます。
結局は大流浪士は独音浪士らの圧旋もあってかろうじて14階級ある最下級の権勲道を保任されたのでした。この時に大流浪士は独音も敵水ももう少ししっかりせんと仏法は潰れるわいと言いました。後日は大流浪士の試験をした担当の神官が独音浪士に大流浪士のことを尋ねると、独音浪士はお気の毒だがあなたが大流浪士の存じませんの言葉がわかるまでには今から修行に専念して30年はかかりましょうなと言ったのでした。これは宝脈現代全唱列伝中外日報に出ている逸話であります。こんな話を思い出したのは先日湯島の臨床院で小川隆先生の講義を拝聴していた時でした。小川先生が大衛普説という書物から大衛禅師の言葉を紹介されたのでした。大衛禅師の言葉として、来たりて我が善に三善にはすべからく一生笛を編集して初めてよしという一言を示されました。小川先生は一生何もわからぬというあり方を社にもにものにして初めてよいと訳されました。さらに速攻を求むればすなわち愛すかすととがむるなかれと大衛禅師の言葉は続きます。小川先生は速攻を求めたせいで悟り損ねた時、わしがお前を正しく導かなかったせいだなどと責めるのはとんだ筋違いだと訳されていました。一生増え、一生何もわからぬ、この言葉に心打たれました。ほんの少し勉強すると逆しらに知ったかぶりをしてしまうのが私であります。一致反解を得て全て心得たように思ってしまいます。知らざる最も親しという言葉もあります。何も知らないというのが最も真理に親しいというのです。大東国師も無理へのところに向かって極め来たり極め去るべしと示されました。分別や知識では届かないところに向かってただひたすら究明して行けというのです。分かったというものがあったらもう遠くして遠しなのであります。大流浪士の一向に存じませぬも、大衛禅師の示される一生笛も実に高い心境なのであります。武功国師の語録には百淵百笛という言葉も出てきます。もっともこれが私などが勉強しても さっぱりわからないというのとは次元が違うことも心得ておかないといけません。ただ分かったと得意になってはいけないと肝に銘じています。それでは姿勢と呼吸と整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れてよし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていってストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にはストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、
胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで口を開いて一息強く、と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていく、のを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちで、その後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。